はい、どうも、りょうへいです。みなさん、こんにちは。八王子レクストレティのガジラです。お願いします。お願いします。はい、本日は、またスポーツショップの方に、来ているんですけれども、野球工房9さんに、はい、お邪魔しております。僕も1回だけ来たことあるんですけど、はい、まあ、全然その時はちょっとグラブ一瞬ですぐ買って帰っちゃった感じだったんで、はい、どういうお店かって先にちょっと軽く説明していただけますか。ですね、野球工房9さんはですね、まあ、まずここにこう一覧がいろいろ、まあ、これ以外にも今あるんですけど、なかなかないメーカーっていうのを取り扱ってるお店になります。はいはいはい、野球工房9さんオリジナルグラブの、まあ、僕らが持ってるバイシュラバナ、はいはい、持ってますね。持ってますね。こちらを取り扱ってる野球工房9さんもいわゆる専門店になってます。あ、なるほど。なかなか見ないマニアックなグローブがあるお店なので、はいはいはい、野球好きの方はぜひ来ていただけるといいかなと。そうですね、確かに、まあ、僕がやっぱ一番気になるのはこの辺かなと。ほう、どないですね。まあ、結構最近有名にはなってきてるんですけれども、はい、まあ、有名になる前から僕一応ちょっとさらっと知ってはいたので、はい、まあ、そういうところはやっぱちょっと気になるメーカーだなっていうのはありますね。はい、なかなかやっぱりね、こう、はい、見ることないお店だと思うので、ちょっと見てもらうと結構いいんじゃないかなと。そうですね、はい、思うんで、ちょっとなんか僕が紹介するのもあれかもしれないですけど、ちょっと店内の方一緒に行ければと思います。はい、多分今日は江頭君の紹介にします。あ、わかりました。僕より全然来てるので、はい、はい、ちょっと紹介していきます。はい、まあ、入ってすぐ右手になるんですけど、まあ、最近実は野球工房9さんリニューアルしまして、うん、今ここが下がホームベースだったりとか、うん、バッティングいやいやちゃうやろちゃうやろっていう、まあ、こうちょっと野球専門店ならではの、はいはいはい、まあ、ちょっとディスプレイというか、まあ、お店に変わりまして、で、まあ、入ってすぐ右、まあ、左のバッターボックスの後ろにある、はいはい、こちらですね、ブロスというメーカーになります。こちらですね、奈良県の三宅町、はいはい、グローブの工場だらけの、そうです、はいはいはい、でそちらで作られてる兄弟で、まあ、ご家族でやられてるメーカーさんになります。でこちらですね、ここの小指に刻印が入っておりまして、バッテリーがこう描かれてるんですね。でちょっと薄く、今これ黒なんでちょっと見にくいとは思うんですけど、こんな感じでバッテリーが描かれているグラブになっております。特徴としては、なんといってもこの革質です。ツヤすごいですよ。ツヤがすごいんですよ。で、なおかつですね、こちらのグローブ通常販売してないんです。なんですけど、こちら本来はふるさと納税にて購入ができるグローブなんですけど、野球工房9さんではこれ取り扱ってますので、通常で購入できます。なおかつですね、こちらの、はい、この下にある軟式用ディアスキンと書いてあるこの2つに関しましては、価格が2万5000プラス税と、かなりお安いです。で、ディアスキンということで中は鹿革になってます。ここは青くちょっとなってると思うんですけど、鹿革を使ってます。まあ、なかなか結構これもちょっと特徴のあるグラブかなと思います。で、そのままちょっと左に行ってもらうと、野球工房9さんオリジナルブランドのバイシュラバナ、こちらです。これ僕も持ってます。持ってますよね、はい、で今ちょうどこの1個下にあるこの段ですね、これが野球工房9さん5周年を迎えたということで、それにあたりですね、記念グラブというのを制作されました。映えますね。これめっちゃ良くないですか。あの、はい、僕はね、以前ナインさんのグローブですって紹介させてもらったんですけど、はいはいはい、僕はそれの去年のモデルですね、うんうんうん、を紹介させてもらったんですけど、今年は赤と青を、もう正反対の色で、そうですね、赤と青を、まあ、こう使われてるグラブになってます。はいはいはい、結構これも、まあ、映える感じでおすすめですよね。でこちらがですね、ドクター K というグラブになっておりまして、接骨院をやっている黒木先生が、はい、自分でブランドを立ち上げてグラブメーカーを現在作られているそのメーカーになります。このブロンドの色めっちゃ良くないですか。そうですね、まあ、最近流行りのブロンドですね。まあ、ここの K のこのマークはこれ実は接骨院でもある背骨をこう表してるらしく、ここ骨らしいんですよっていうドクター K というグラブですね。こちらは、まあ、内野手用が2つあって、ピッチャーはこんな感じです。かっこいいじゃないこのウェブ、なんかバズになって、なんか X みたいな、なんかこれめちゃめちゃかっこいいなと、はい、思います。で、左の、まあ、スラッガーさんになってて、こちらが、5周年限定グラブの野球工房9さんとコラボしてるスラッガーの、グラブになります。 BBLQ ベースボールラボ9、まあ、野球工房9ですね。はい、ということでこちらちょっとね、ピンクっぽい感じでワンポイントでちょっとおしゃれな感じになってるのと、ブロンド、玉はみのゴールド、レッド、こちらの3色を使ってるクボタスラッガーの限定モデルですね。はい、っていうグローブが一応まだ
撮影日にはまだあります。そうですね、はい。まあ、これなくなる次第終了なので、まあ、なくなったらちょっとはめてぇな、おちょっと、まあ、指出さずにはめてもらった方がいいかなと思うんですけど、はい、いやでもまあザ・スラッカー、スラッカーさんの片番までは分かんないかな、これだと。まあでも中にやっぱりスペシャルオーダーって入ってるので、やっぱ別注なんだなっていうの。別注、店舗別注の商品ですね。野球工房9さんの5周年スラッガーの限定モデルになってます。いやー、ちょっとスラッガーファンからすると気になる。たまんないぞね。あ、ちなみにですね、こちらの八王子レクスタリティのですね、スポンサーをやってくださってますので、ユニフォームがここに。おーい、おーい、こっちですよ。ここ大事、ここ大事。いいよこれ。一応ね、うちの紹介もこうしていただいてるということでですね、はい、ユニフォームも飾っていただいております。ありがとうございます。はい、じゃあこちら行きましょう。何宣伝してる。いや、一応宣伝大事じゃないですか。で、こちらがですね、まあ、てっぺんのグラブになります。で、こちら今回の限定モデル、ブロンドですね。ラベルも直視のブルー、めっちゃかっこいい。爽やかっすね。なんかもう超かっこいい、これに関してはすごいっすね、うん。で、そのまま、まあ、これが一応今回の限定モデルなんですけど、はい、これ左利きの方朗報なんですよ。はい、てっぺんゴリスポさんモデルでございます。残ってるじゃないですか。残ってる、しかも左なんですよ。おー、珍しい。なかなかこれ見ないじゃないですか、うん。まあ、僕らがよく行きますモンタナスポンサーに右用がまだ一応あるんですけど、す、ね、左側ともうナインさんだけなんじゃないかなと思いますので、ぜひね、一応来ていただければなと思います。はい、はい。で、その下がですね、まあ、ここは僕も得意なところです、ね。はい、で、ちょっと、まあ、ご存知かと思うんですけど、クロム、はいはいはい。まあ、言ってしまえばめちゃめちゃ安く、いろんな色使ってオーダーができるメーカーとして、うん、グロムというメーカーがあります。で、なんせ納期がね、早いっていうのもちょっと人気、まあ、話題になって約2ヶ月ほどで、はい、2ヶ月かかるかかかんないかぐらい。そうですね、まあ、通常2ヶ月ぐらいっていう感じなんですけど、はい、色が何色でも使えて、ラベルもめちゃめちゃあるんですよ。まだ一部です。そうです、本当にそうです。全然一部なんですけど、こういった感じでラベルの種類がめちゃめちゃ選べるっていうのが、一応ちょっと特徴じゃないかなと思います。僕もグローブ1個作ってるんで。ああ、そうですね、持ってますよね。はい、あれなんですけど、めちゃくちゃ迷いましたね。やっぱラベルの色といい、グラブのカラーといい、結構悩む。めちゃくちゃあるんで、逆に選べるっていうことで見るとめちゃめちゃいいですよね、うん。まあ、派手なグローブを、かなりコスパもいいんですよ、グローブさんって。そうですね、なので派手なグローブを、低価格でっていうのを考えると、かなりおすすめかなと思います。はい、こちらがドライヤーになっております。両平さん、ちょっと気になってるってことなんですけど、はい、ちなみになんか両平さん気になってるのどういう方なんですか。まあ、オーソドックスな、はい、山田哲選手モデルサイズの方でちょっと大きいっていうのが聞いていて、はいはいはい、なので僕が一番気になってるのが、おクロス、超オーソドックス、確かサイズ5か6かな、多分そのくらいかな、多分このぐらい、はい、そのぐらいの本当にオーソドックスな。これでも結構良くないですか。展示が1個入ってて、まあ、指股も入ってるのでポケット結構広め。なんか噂によると、なんか今年はシンプルをテーマに、まあ、ずっと前から魅力だなと思ってたグローブ、はいはい、あとスノーカバーじゃないですか。そうですね、なんで自分で紐みができる。なるほど、自分で肩つけてくスタイル、はい、なんで気になってるだけなんですけど、はい、こちらのラベルもドナイアも選べるようになりましたと。これ結構ドナイアのグローブ持ってる人だったら魅力じゃないですか。そうですね、もともと左上のラベルオンリーだったはずなんですよ。そう、これのちょっと小さくなってるのが通常モデルなんですけど、はい、これが大きくなってるんですね。なのでまあ結構もともと限定だった、この辺は限定だけだったじゃないですか、はい、がもう普通の、こういった低音のグラムにつけられるようになったっていうのはかなり大きい点なのかな。それこそスラッカーさんとかも、そうですね、だいぶありますし、はい、あと限定モデルといえばドナイアの場合は直視なので、うん、まあ、普通の通常モデル買ってる方だとこういうラベル選んだりとか、ちょっと気分転換にっていう人も結構いるので、うん、はい、そういう方もおすすめかなと思います、はい。でこちらがローンスターっていうメーカーとエルクレインっていうメーカーなんですけど、ローンスターっていうのは福岡で作られてるグラブになってます、はい、でこちらは29,000円とかなり安いんですけど、ちょっと待ってください、はい、薬指についてるじゃないですか。そうなんですよ、でなおかつ29,000円、しかも全部公式なんですよ。めちゃめちゃ安くないですか。買いましょう。よくグラブを買う？エッジモデル全然無視かい。買いましょう買いましょう。いや大丈夫です、これめちゃめちゃいいですよね、はい、でめちゃくちゃここも星が入ってますよ。ちょっとおしゃれな感じで使えるグラブじゃないかなと。これもですね、メイドイン福岡とここに、まあ、薄く入ってるんですけど、ここですね。ただまあこれ公式で使えないので、はい、軟式で使う方がいいんじゃないかなと思うんですけど、これは、まあ、使っても、あ、ちょっと待ってください、
そうです。ここよく気づきましたね、はい、今僕言おうと思ったんですけど、ここのヘリ側が実は切れてて、あの良平さんの、トレジャーみたいな、 あれですよね、藤田選手。そうです。でこちらがエルクレインというメーカーなんですけど、実はですねこれセミオーダーシステムというのを採用してまして、もうズバリ決まってます、うん、色とかこういうのも基本決まってるんですけど、これね一個ちょっと特徴があって、はい、半分できた状態でお渡しすることもできるグラブなんですよ。どういうことですか？いわゆるグラブオタクの方、はいはいはい、自分で紐通しとかしたいじゃないですか。特に良平さんみたいな人ですよ。なるほど。っていうのが途中の状態で完成品の状態でお手元に届くこともできるっていうグラブ。パーツがバラバラになった状態で。そうですね。まあ縫製まではされてるんですけど、紐通しとかは自分でやるような、はいはいはい、っていうのもできるグラブになってます。それを魅力的だな、こっち。これちょっと面白いですよね、はい、っていうのもあります。こちらが一応最後なんですけども、まあ一応下が野球工房内緒のアパレルグッズになってたりとか、あとはここに5周年限定モデルっていうのが2つ以上ありまして、これなんかブロズの限定、こちらはバイシュラワナの限定で、これめっちゃ良かったんですよ。うんうんうん。そんななんか売り物でそんなパンパンしていいんかい？はい、いやいやいや、荒れるぞ荒れるぞ。いや、ごめんなさい、もう買ってます。は？ごめんなさい、もうすでにごめんなさい、買ってるんですよ。多分野球工房ナインさんのインスタグラム見ていただければ、僕がこうやって写ってます。出た横。はい。マジっすか？もう写ってます。これ買ってます、僕のです。なのでもうすでに片付け済みです。あ、聞いてねえぞ。いや、ごめんなさい、知らない間に購入して片付けしてもらいました。へー。っていうのをもう実はやってます。なのでこれはすでにもう片付けしてあって購入してるグラブなので、ごめんなさい、もうごめんなさい、バイシュラバの途中はもうなくなっちゃったんですけれども、これ今回購入させてもらいました。良かったんじゃないですかね。そうですね、楽しいですね。やっぱ、まあ、普段見ないようなグローブとかっていうのも多いですし、多分そのグラブオタクの方からするとなかなかこう見ないグラブだったりとか、本当ですね、まあ、あとは特にそうなんですけど、限定モデルっていうのは結構入荷するお店なので、うんうん、なかなかこう見ることないメーカーだったりとかモデルを見ることができるお店として、はい、僕個人的にもすごくおすすめです。そうですね。なおかつ僕みたいにこうグラブオタクの人なんかはこういう限定モデルってすぐ買っちゃうので。すごいな、もうさっきからグローブにしか目がいかない。いや、もうここ住めば。はい、というわけで本日は、野球工房ナインさんの、はい、グローブだったりとか店内の紹介をしました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジ？いつの間に？まあさらっと話してだってよ、だってよ、みんな。僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹。右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ。衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういった竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなってなったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだプチなんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ぜひちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで。気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者の方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。ありがとうございます。はい。これはい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ。何しようです。
基本的にチャンネル登録と僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Thank you.